よろししくお願いします,しいします今日はあの本当に僕は楽しみにあの参ってるんですけどもその今の DX っていうデジタル化っていうのはこれは当然の流れになっていて誰もがしっかりと DX をしなければいけないこれは全くその通りなんですけどもじゃあ,あの既存の IT コンサルや何かに DX を頼めばものがうまくいくのかといったらもう全然違うわけですね、はい。でやっぱり本当実業におけるリアルなその業務全般の本源的な効率化というものを分かっている経営者は上手に DX にに移行でできるるし、はい、デジタルルいうツールを十分に使えるわけですね、はい、でそれが何にもないのにデジタルに任せればよくなると、うん、こういう誤解が世の中全般に伝わってるんで,、うんはい、で玉川さんはそのデジタルを除いてもまんまリアルなビジネスがこんなに効率的に行われている会社はないんではないかと。 いう認識をしてるんですけども今日あのご紹介いただいたあのブレインパッドの高橋さんというのは、はいはい、まさにデジタルのもう根研のような会社ですね <laughs>、はい、その彼がまあ自己反省として自分たちはデジタルのサービスをこの十数年提供したけどもその間効率化っていうことにおいては多少貢献はしたんだろうけども、うん。 あんなイノベーションを生むまでには至らなかったと、うん、それが本当に後悔を残っているというお話だったんですよ、はいはい、でその次のバ,あのバッターは誰ですかという時にその反省も込めて、うんはい、玉川さんが素晴らしいとその自分たちの本業であるデジタルを関係なしにこんなに効率的な会社はないといった時の一例が その卵屋さんの配送システムだったんですがども、はい、これちょっとまず最初に簡単にちょっとご説明いただけますかね。はい、ありがとうございます。あのまあ配送システムということで言うならば、あのお弁当屋ですので、はい、お客様から電話、ファックス、インターネットの注文を受けてから、えー、それで配達してお客様にお弁当をお届けするんですけれども、そのロス率というか、えー、余るのが平均0.1%。 未満なんですねですから今ですとちょっとコロナもあって食数も下がってしまったんで今4万2千食ぐらいなんですけどもまあ平均一日40食余らないっていう仕組みが一応まあ仕組みというんですかねで今成り立ってますよっていうのが現状なんですねなんで0.1%にしなくちゃいけなかったかっていうのは0.1%にしようと思ってしたんじゃなくて やっぱり先代からまず材料に50%をかけるぞと絶対日本一材料費に金かけるとなおかつ日本一給料を払う会社にするぞとあの弁当屋の中で<ー>で,できれば他の業界に負けないだけの給料を払うぞってこの2つを決めてスタートしてるんですよねでそれを受け継いでるとなると何か工夫しなくちゃいけないとなるとこれで材料が余っちゃったらその2つができないんですよ。 ですからコンサルっていうのはこの2つを人件費をまず削りなさい、えー、で食材をなるべく安く調達しなさいって言ってたらん卵ができた理由は人件費出して材料いっぱい金かけろって言われてじゃあだったらどうすればいいのっていうところから1台あたり150食しか持ってかない他のお弁当に比べて1台400食みんなが配るようになり1台あたりの売り上げを上げ。 1>, で1箇所2個3個はちょっとお届けしない10食以上に絞ってやっぱり効率を良くしましょうというのから始まって最後材料が余ったら利益上がんないぞと何とかしなくちゃいけないって考えた結果これが出来上がってったっていうのが事実なんですよね。はいいろろ事前のててににによると朝9時時注文を受け取り始めてで12時に その4万数千件を届けるわけですね。でその場合、まあ、たった3時間しかないわけですよ。はいはい、注文からそれから作るわけですね。はいはい、で届けるまでに3時間しかないと。はい、でロス率が0.01%未満と。1. 1ですね、はい、これはなぜこういうことができるんですか、はいあのー、当日注文ですよね。えー、です。けども、えー、基本的には まあえっ、ー、となぜできるかと言われますと、えー、前日に翌日の予想を立てるんですね。うん、これが一番やっぱり大事だと思うんですね。でこれがまずあの合ってないともちろんその0.1%に、えー、余ること以上余ってしまうんですけども、うん、もしですねえっ、ー、と明日4万食出ると予想を立てます。えー、その場合に仕入れは逆に言うと3万7千食ぐらいにします。 余ってしまったら困るんでやっぱり自分たちの寄せ寄って当たらない可能性があるんですよね当たらない場合は多く多く仕入れてしまったら余っちゃいますよねですからやっぱり少なめに仕入れますとで基本的には在庫を持ちたくないのであのうちの工場の中になるべく在庫を持つスペースをとろってないんですねですから材料が夜中に来ます基本的にはですから3万7,000食の材料が、えー、夜中当日の朝に届いて検品して それを調理し始めるんですね。で、九時半までに三万七千食をできるスピードでお弁当を作り上げてきます。そうしますと、九時から電話、ファックス、インターネットの注文でお客様から同時に注文が入ってきます。そして最終的には十時十五分までにお客様の確定数字が出ました。そうしましたら四万一千食でした。ってなりますね。予想よりちょっと多かった。 そうなると仕入れは三万七千色のですので、四千色足りませんね。うん、ねんねここで少な、まあ大田区にあるという分では地の鳥もありまして、城南島、剣島、昭和島に我々の、えー、業者さんお付き合いしている提携業者さんが材料をストックしておいてくれてるんですよね。ですからそこから十時過ぎに四千色足りないよっていうと業者さんが十五分で 玉まででお届けしてくれるんですねそはいでもそこから作って間に合わせて配達しなくちゃいけないですね、えー、4,000食、まあ、ここに対してはまあ調理一生懸命やるんですけども、えー、こう盛り付けする技術がやっぱりみんなありまして1分間で100個以上できるんですね、えー、<laughs> えっと8品のおかずを入れるのを1分間に100個以上できるんでそれが3連あるんで マックスのスピードで動かすと3000食を10分で盛り付けできる技術があるんですねで、そうしますとまあ材料が10時半過ぎに届いて料理を作って盛り付けしたらだいたい11時10分とか20分までには出来上がりますと。そうしますと先発隊でいっぱい車が先にスタートしている車に足りない部分を追っかけて残りの車がお弁当を積んで出発するという形で、えー ロス率を0.1%にしますとでも最初に出発する車100台は確定はしてません全くお客様からまだ注文が入ってない8時の段階から一斉に車が自分の見込み数を積んで出発してます。 その見込み数はもう私も把握してないぐらい各六本木エリア赤坂エリアでチームになって自分たちで5人だったら5台の車で合わせて予想したりして自分はこれぐらい持っていくっていう形でやるんですねすごくもう複雑化しちゃってましてもうシステムといってももう今単純に後から追っかけますって言いましたけども。 その確定してないでどんどん出てく車が100台出るんですよね。えーえー、その100台もそのそれぞれの地域でこのくらいという予想を立てるんですか。そうです。あの1台の車、じ台の車だけで考えますと、えー、その車が300色持ってスタートします。えーえー、お届け箇所は30箇所、30社です。えー、そうしますと、やっぱお客様にぴったし12時に全員にドンは 物理上無理なんでお客様にお願いして大体10時ぐらいにお届けしますけどよろしいですかから,10時,から12時まででかけけて30箇所お届すするんですね<ー>その間に伝票でえっと何個何個っていう情報がドライバーに入りますのでだんだん確定した数を配ってきますとそうすると途中で残り10社に対して残りのお弁当に対して数が少ないっていいますと調整者というのが後から出て。 それを補充してくれるんです、ね、っていうのが一番分かりやすい表示源なんですけど、うん、あえみんなにあげるあげるだけの人となるほど必ずみんなからもらう人ですよとか、えー、ただ当然ながらその日に会社の創立記念日でその車200個ないとかあります、えー、その場合ルート買います<ー>ですから毎日ルートが違うんですね。 でもしもお客様に12時にお届けできなかった、ええ、僕らがミスして12時5分になっちゃった、ええ、次の日遅れちゃいけないですよね、ええ、それはルート変えてでもう絶対そのお客様は12時までお届けするルートに変えますのでですからもう僕はもうはっきり言ってもう把握してないんですよね各班のリーダーが自分たちのデリバリーの仕組みをもう作り上げちゃってるんで 見込み客を合わせながらやるというだけでも大変なことだと思うんですけども前日ご恩を送りましたとだからこのお客さんは絶対に送れないルートで行くとまた別な要素がさらに加わるわけですよねそうです。ですから仲間がいるんで六本木エリアただったらじゃあ,あのこのお客様は僕が代わりに配ってあげるということもできますよ。 えっと、それぞれし司令塔、えっと、事務員さんもリーダーダがいます、ええ、事務員さんの伝票を管理しているお客様の管理しているリーダーの女性と、はい、そこのエリアの班うちと班長さんという人がいろいろと打ち合わせをしながらでもほぼ班長が決めてますけども、ええ、そのお弁当の家不足の連絡は携帯電話であるんですか携帯ですほう 間違わないんですか間違わないです、ね、ですすねからもう,うちのさっき言った 0.1%40 色余っちゃう理由はおっしゃる通り1個と10個の聞き間違いと配達中にひっくり返しちゃったっていう以外はロスが出ないっていう仕組みになってるわけですね逆に言うと。なるほどでもう一番さ多分 気になっているところはその予想が当たらなくちゃいけないわけでその予想はどうしてるんですかってところだと思うんですがあのお弁当卵焼きのお弁当っていうのは回収弁当なんですね。ワンウェイ容器でででてるお弁弁当当はななくて必ず回収するお弁当なんですんねそうしますと午前中に配達してお客様が食べ終わった後またその弁当箱を回収するわけですよね。そうすると月、火、水、木、金 一日二回顔出していいんですよね五かけると一週間で十回顔出しても怒られないうざったがられない営業マンってありえますか <laughs> って言うと僕はないと思うんですよねこのデイリー通行券っていうのは非常にありがたいことであって一週間に十回お客様のところに顔出しても怒られなくてありがとう頑張ってるねって言ってもらえるわけですよね そうしますと午前中に配達して午後回収するときにやっぱりその担当の方とお話しして「あの明日はあの有給水奨日だから奨励日だからちょっと食数少ないと思うよ」とか、まあ、あとは過去のデータでやっぱりその企業によってですね<ー>白,白いご飯の方が出るお客様もあれば炊き込みご飯だと食数が増えるお客様もあれば<ー>和風の方が伸びるお客様もあれば洋風の方が好かれるお客様っていうのは もう毎日の数字でででデータで把握してるんでで次の日の天候およびお客様との話した内容最近の食数の動向それに合わせて配送員とえ事務員さんが予想して翌前日の夕方配送が終わって戻ってきてからチームで打ち合わせをして明日僕は何食を持っていく明日僕は何食持っていくっていうのをバーッて決めるんですね。 とそのデータによって夜中に食材が届きますとっていうところですね。っていう仕組みになってます。それあのー、いつから<笑><笑>まあもうじゃ進化してるんでしょうけど、はい、まあ原型はその仙台のお父さんの時に原型はあったわけですね。で,すねはい、でも相当複雑化して進化されてますよね。はい、そうですね。 そういうい面では僕は1997年に卵摩川に戻ってるんで戻ってきた時にはまだそこまでの仕組みではなくてやっぱり電話だけの注文で多少ファックスの注文があって確定してやってたんですけども1台だけですね「リバチョウ」って言ってリバその「リバチョウ」っていうもの1台あったんですね入ったら「これ何ですか?」って言ったらいやもう間に合わないから後から調整する車が1台あるんだよっていうのはっていう状況だったんです でその時に、まあ、これから、まあ、僕が入って食数を伸ばしていくためにはこの調整車を多く出すことによってお客様の注文時間を待たずに車が出てって12時までにお届けできるようになるっていうふうに、まあ、確信したんで,んでとにかく赤字になってもいいから調整車をいっぱい出していいよって言ったんですね書く。 仕組みができてきてました、まあ、結果的には作ったんではなくてできちゃったと狙ってできたんではなくてもうか勝手に出来上がっちゃったというのが正直なとこなんですよね。でもそれは菅原さんが、まあ、考え方ばのとりあえず調整者を増やそうという、うんまあ、大きな枠組みを決めてあとは任せたわけですね。そはか こういいものが出てくるだろうっていう、まあ、信頼感とか期待感っかいうのは、ね、やっぱりそこは、まあ、僕が会社に戻った時に、えー、そのデリバリーする配達員、えー、配送員がいかに大事であるかっていうのはすごく、えー、あ感じておりましたのであのただ配達するだけではなくてあと僕が戻った時にはあの宅急便だったりいろんなものをお届けするトラックだったり、えーえー、あらゆる全ての 配送する人の中で一番お客様に対してしっかり対応するドライバーになるっていうのを目標に僕も入ってきたつもりがあったんでそのためには何が必要かっったら権限以上だと思ったんですよねやっぱあれやれこれやれじゃなくて自分で考えてお客様にを大事にすることによってミスった場合は全てこっちの責任でるだよと自分のことばっかり考えた失敗はダメだよっていうところで権限以上をしたことによって まあそれぞれみんなが今までずっと勤めてくれたそれぞれの人たちがこうやった方がいいんじゃないのあ<ー>あやった方がいいんじゃないのっていうのが積み重なって気づいたら真似のできない仕組みが今出来上がっているということだと思うんですけど。どあのまあ、一つ素朴かな疑問ととしてでですね今世の中全般はあの人手不足である外相、はいまあ まあ知ってる会社の話,話を聞いても、まあ、車が余っちゃってドライバーが足りないという状況があるとで今日今聞いたお話もその盛り付けのプロフェッショナリティというすごい速度で盛り付けをすると、はい、あるいはそのドライバーがそういう、まあ、グループでいろんな情報を共有して判断をしていくと、はい、そう考えていくとその一人一人が 一気当選のように相当プフレフッショナルティがあってこの卵のシステムは成り立っているという理解でいいですかそうなんですけどもじゃあすごい高学歴かっていうとそうではなくてやっぱり融通が利くというかうあの工夫できる人の頭が欲しいんですよね。 決して暗記で、この時間までに三十分でどれだけのものを覚えられるのっていう人ではなくて。場面場面で、こうした方がいい、ひらめきがある人が必要なんですよね。<ー>はい、その、そのひらめきに対して、一緒にやってる仲間が愚直にそれを信じて。やりきる力のある人、その集団なんですよね。その、ひらめきがある人はどういうふうに採用するんですか。これはか元会長、まあ。 先代からすると「悪ガキという言葉をあの使今まで使っておりますただ悪ガキというのはただ悪いだけではなくて家庭環境が不遇のため本来は持ってる地頭はすごくいいんだけどその家庭環境によってちょっとぐれちゃったという子たちこの子たちは持ってる資質はいいわけで,でだけど褒められて生きてきたことが少ないと卵焼きて初めてお客さんからありがとうって言われる。 やりがいのあるるる仕事自分で考ええことも増えてくるうそうすると「ありがとう」って言われるこう今まで言われなかった子が言われた時の喜びと「よしもっとやってやろう」っていうこのモチベーションが急にグワーってなるこの勢いは本当に僕も感じましたし<ー>、まあ、そういう人たちをなるべく多く採用してたですから学校行っても「<ー>いや落ちこぼれいませんか」って採用しますうちが採用しますから就職は全部取りますから。 あのー、落ちこぼれくださいって言いに行ったりもしてました<ー>、はい。でまた落ちこぼれっていうか悪ガキがそのまんま自分の後輩の子たちを連れてきてくれるんで全く困らずに毎年「君ぐらい悪いやつ後輩連れてきて」って言うと毎年こう入ってきてくれてたんでアルバイトももも社員でですね今でははういいいません悪ガキはいない悪ガキもいないですし、えー。 まあそんなにこう偏差値が高くないいろんな学校のとこにお邪魔してもしよかったらそういう人欲しいんだけどって言っても入れてくれないですね。そう職種的に望まれないいととうことですかまあ今は大企業さんもあらゆる高校に行っていろんな仕事があるからってことで取られちゃう部分はありますけど10年ぐらい前ですとまだそうでもなかったんですけど,ですけど学校として。 もし落ちこぼれが入って<ー>その人が会社に迷惑をかけたら心配だからちょっとそういう人をお出しするのは控えたいという学校さんは結構ありましたねだから直接来てくれれば喜んでなんですけど<ー>学校を通してそういう人が来るってことはなかったですねでもそういうまあ、かつての悪書と言えたような社員の人っていうのは 会社に対するロイヤリティがすごい高そうな感じがしますよねそうですねでも自分のやりがいの方がやっぱり大事なんですよね、えーえー、で、卵焼きいお弁当屋なんですけども、えー、今日朝自分が何食積んで運んで、えー、で帰り営業までやって帰ってきて自分で自己分析がしやすいんですよね、えー、他の会社ですと、えー、今日1日仕事したかもしれないですけど自分で 本当にに世の中のの中役に立ったた仕事をしたのかで今日一日どんなつもりで僕は仕事が終わったんだろう私は思ったんだろうっていう時に玉川<ー>の場合はやっぱり多くのお客様にお昼午後の活力になるお弁当をお届けして「帰り,帰り今日も美味しかったありがとうね」って言われて帰ってきて。 で、なかなか普通の人はやりきれない時間に追われながら、えー、スーパーマン、スーパーウーマンを自分がちょっと今日も演じちゃったなみたいな。えー、で、家帰ってからのビール飲むときに、今日の自分はかっこよかったと。今日の私はよくやったなと、わ、えー、かりやすい会社なんですよね。で、多分サボったら、絶対自分で分かってるはずなんですよ。前日、ね、ちょっと深酒しすぎて、えー、たい、まいち、こう。えー、今日一日、自分のパフォーマンス悪かったなと思って帰ってきて、しめしめと思う子じゃなくて。 多分今日ちょっとちゃんとやれなかった、明日頑張ろうって思ってくれると思うんですよね。うそういうのは分かりやすい会社かなと思いますし、そういう話はやっぱり飲み会の席とかでもしてるんで、一人一人がそういう自覚を持ってくれてるとは思ってますけど。人手不足っていう点では、なんか解消策ってどういうに取り組んでるんですか。いや、ここは本当にここ一二年特にですね<ー>厳しくなって、今まではそうは言っても同じ。 まあ同業だったり同じ配達する仕事だったら玉屋さんでって思ってくれる人もいっぱいいたと思うんですけどさすがにもうあらゆる大企業いろんなところからまた高額な金額で配送料を出す企業も出てきてる中でうちも本当に厳しくなってきてますねですから社員のお友達紹介ですとかあと時給もやっぱり一気にえ時給1,500円スタートに変えてその前は 1,300円からスタートして、えー、でも本人が能力あると能力級ですぐに50円100円上がってこう上がってったんですけどまずベースを1,500円スタートにお金も買えましたしい,、ね、まあいろんなことはあやっぱりやり始めてますけどもそれでも足りないといとうか、うん、でも将来玉川小屋の会社全体の成長というのを考えた時にそのどういう分野 新しい成長分野を切り開いていくのか従来のその今のお弁当の業務を伸ばしていくのかこのような,なかイメージというかビジョンをお持ちですよねこの仕組み自体をその東京と神奈川以外で全国でということは考えられますし自分たちでやるのか仕組みだけを農家だけ提供するパターンもあると思いますし まあ海外でまあこのいわゆるこういうものがやっぱりヘルシーですので、まあ、ドンパチドンパチ戦いの中に行くっていうよりはもしかしたら工場ですとか学校ですとか決まったところに定期的にこのバランスのよお弁当をお届けするってことはある意味考えられますとお弁当だけで言えばですねでも先ほど言ったお弁当と一緒に企業に10回顔出していってえり通行券もらってるんであれば。 企業にとってオフィスの企業にとって必要なものを午前中午後に配達したり回収することができるんです、ねえー、ですからそのお弁当と一緒に何かを提供して売り上げ上げるってことは当然ながら考えられると思います。でそこに DX は必ず必要になってきて、えー、今のプラスお弁当以外のものをあの注文する場合はやはりそこには えー、ネットでのアプリだったりやっぱり携帯電話からの注文だったりうそういうものがより DX 化して増えてくるっていうことは間違いないと思いますね。うん、でも今のお話を伺ってると宅配便との協業っていうのはまあ地域限定でこれ十分にありえますよね。まあ、ありる、ね、るとはは思いいますすね、はい、もう模索はしてるんですか ですから先ほど言ったその DX の部分が一番大事でですねどう注文を取ってどう決済するかというここがやっぱりリンクしてないと配達に関してはできると思うんですよね問題はそこだと思うんですよねそこに対する手数料で決済も今あらゆる企業があらゆるものに分散しちゃってるんですよねできれば二つぐらいに絞っていただいて でもクレジットカード銀行引き落とし名前出しちゃうと PayPay から何,<ー>何からものすごい数が今いっぱいありましてこれ全部に対応しますって言っちゃいますとやっぱりそこに対する決済手数料18兆の手数料等を考えると利益取れるのかなっていう部分があるんでそこはちょっと様子を見てでですねどこが決済の勝ち組になるんだというところも踏まえながらちょっと やることは間違いないやると思います。タイミングはやっぱりその DX 世の中の流れとそのレベルですよね。どこまでできるようになるかによって<ー>よし一気にっていうことになるんだと思います。なるほど。須さんもともと銀行の出身ですよね。はいはい、そういう意味ではあの社会人としての第一歩のもう銀行というまさに決済その。 本業が取れるというかう。はい、まあ、ご自身の、その人生の、まあ、入り口の問題が。これからの勝負になってくるっていう感じですよね。そうですね。銀行決済の部分が一番大事になってくると思いますね。あとはうちのお客様で、あの、お弁、うちのお弁当を食べてるお客様ってどういう人かと言いますと。えー、営業マンはみんな各企業外に出てってしまいますよね。 ですから卵焼き弁当食べてる人っていうのはその企業の総務部であり人事部であり、SE、さんなんなですよねすごい数 SE さんが食べてくれててそこに対して先ほど言った最初に先生がおっしゃっていただいた DX 化に関してはもう20年も前から某上場企業がもう何十社って来てでうちの午前中の電話とファックスとの注文時間をビデオで撮って。 一人が何分で何,個処理して何企業処理してるかって全部やっていいあらゆる企業がチャレンジしたんですけど、えー、今が一番効率がいいですって今に至ってあでやっとここに来てあのシステムとして、えー、まあお客様が連絡して我々が iPad とかそういうもので入ってきてでこれからやっと変わってくるのかな。でもそれにはは最後は まあグーグルグラスじゃないですけど配送員が眼鏡をかけるもしくは今折れ曲がってるタブレットがでやっと出てきましたねやっぱりあそこをここにバンドでして配達中にちらっと見たら次にお届けする箇所と数がパッと表示されるんでミスなくお届けするっていうのはもう目の前まで来てるとは僕は思ってるんですけども、は。い でも、リアルなニーズがあってそれに従って DX っていうこれは順番なんですね。ねそう DX 先にやっちゃうとやっぱり間違っちゃうと思うんでどうしても本当にこれがこれがお客様のためになり我々にとっても効率が良くなりもうハッピー三方よしみたいなものが見えて初めてやるっていうところはやっぱり必要かなと思いますね。なるほど。いいや、本当に面白いお話で、ね。 もう最後に一つだけ伺いたいのはいろいろなまあ高い営業者もタクシーもいろんな人の配送という業務っていうのはいろいろ聞くとみんな事故がどうしても避けられないと、はい。はい、でタクシー業者なんか聞くと事故さえなければめちゃくちゃ儲かるというくらい事故ってるっていうんですね、うん。 それはどうなんですか？えっと事故ってるっていう。どれぐらい？うちが他社に比べて業界的に事故ってるのか分かりませんけど、えーえー、事故は確かにあります。まあ、今までおかげさまで死亡事故は一度もなかないんですけども。でもやっぱり人身事故が一番怖いわけで。えー、あと物損事故もなんかもありますけどもまあ、それは保険対応で。えーえー、でもおっしゃる通り、うちの規模でも。 まあフリート対応といって全く事故を起こさない場合は来年2,000万円保険金に安くなるぞっていうのはもう本当に当たり前なんですけどでもそこにちゃんと事故を起こさない場合この2,000万のうちに会社は1,000万残りの1,000万はこういうお金にみんなで使っていいからねという形にしてます。ですから事故を起こさないように各エリアごとでみんなでなるべく事故を起こさないキャンペーン あともし事故を起こしちゃった場合積み立てて自分たちで積み立てといてそのお金を一部の保険いろいろに使いましょうとか各自で気をつけてはいますけどもただタクシーさんの,その事,故事故を起こさななければ儲かるってことはほどじゃないと思い思ます、はい、もちろんそこにかけるお金は必要ですけども全く無事故だったらめちゃめちゃ儲かるっていうわけじゃないですね。 ま事故防止の背景にもそのモチベーションアップっていうね、はい、そういう考え方をしているっていうのは本当にまだたまご、あ、さん全体でそういう、まあ、理念とか哲学が一貫してるって感じがしますよねありがとうございます。事故で言いますとなぜ僕はそういう表現をするかというと午前中って12時までに配達しなくちゃいけないんで、えー、大変じゃないですか、えー、事故起こってもしょうがないじゃないですか。 午後の方が多いんですよ <laughs> <ー>事故ってそういうもんで午後に回収するやっぱ心の気の緩みから起こるものが事故であってってことは防げるんですよね。<laughs> なるほど。はい。るですですからそこはもう我ら次第だよねってところを最優先してますね。あのー、今日こちらに来る時に、まあ、途中ちょっと寄って。 です、はいはい、そうしたら僕は、まあ、よくやるんですけども、はい、タクシーの運転手に取材詐欺の話を聞くんですよ、はい。はい、そうしたら「いや男の人間で玉を知らない人間も一人もいない」って言うんですよ。<laughs> いやだって玉屋さんの弁当は食ったことないでしょって言ったら、うんはい、ないわけですよ。<laughs> はい、いや食ったことないんだけど玉小屋の会社は知らない人はいないと。はいはい という話をしていて。い会社の層に駐車場がありますと。はい、そこにもう多の黄色いあの。配達車がきっちり詰まっていて、はいはい、それが朝一斉に出ていくと、はい、それはもう壮観ですよと。と <laughs> である時、そのタクシーの運転手さんがちょうどみんなが帰ってくる頃に出くわしたと、はいはい、その本当にギリギリまでピタピタピタと。<laughs> ちゃんと入れないと入んないっていう。はい、<laughs> まあそんな話を聞いて、まあそういう自項も含めてそういう車全体の配装というものについても、よほどなんか哲学がおりなんだろうなと思ったんで、はい、最後質問をせていたです。あ、<laughs> ありがとうございます。一番大事な部分なんで、はい。はい、いや長寿さん、本当。ええ、うもうありがとうございました。